相性悪いって思う、うん、俺思われてるかまああるよ、それは女の子一方的に俺がいいなって言ってるだけで女は可愛いなみたいな、そうよ、マジかよ。第4回質問コーナー、いいね100件、はい、推してる皆さんの本名は、本名はまずいよ、俺本名だけはずっと隠してきたから、俺らめちゃくちゃ隠してる、工事とかに結構隠してる、出てる出てる、え言ってたよ、え言ってもいい、俺はいいよ別に、じゃあ俺から言っていい、お願いします、ちっちゃい頃はマー君とか言ってた、マー君、そう、すいません、今までね、やる気元気大気としてやってきましたけど、本名は福山雅治です、マー君、マー君、え、リックも言っていいの別で、全然隠すです、これあ、本当に、じゃあまあ、ちっちゃい頃はふーちゃんって呼ばれてました、あー、ふーちゃん、なんだろう、すいません、隠してたんですけど、僕の名前は深間亮です、バカバカ、サラサラサラ、あ、亮なんです、あ、そうなんだ、当時は出てるから、え、出てるから、記憶ない、まあ、俺はね、昔なんて呼ばれてた、ちっちゃい頃はね、むーちゃんって呼ばれてた、むーちゃん、え、なんだろう、どうも、はじめまして、室伏浩二です、そっち、いやはい、行きます。10個目ですね。もう10個目ですよ。一回やって、もう次はないなって思う女の子の特徴ってありますか？もう一個、また会いたいなって思う女の子はどんな子ですか？その簡単じゃない？めちゃくちゃ簡単でしょ。匂い。あー、やだ、したっすね。また会いたいなって思うのは、相性が良かったじゃない？あー、俺相性っていうのよく分からんかな。え、マジ？毛が濃すぎるとかも嫌かも。あー、え、でも毛なんてみんな処理してんじゃん、そういうのが相性ってこと、違う違う、密着度だったりね、燃え上がり方だったり、そうそう、いやー分からんだよ、相性悪いってこと、俺思われてるかな、まああるよそれは、女の子一方的に俺がいいなって言ってるだけで、女は可愛いなみたいな、そうよ、マジかよ、いやお前の相談受けてるんだ、あー違う違う、あ俺ねちょっと引くのが、喘ぎ声がすごい特徴的な子が、ふざけてんのかなって思う、だけどんな、え、なんかうわっうわっ、いや違う、そんなに市原隼人みたいな感じじゃない、なんかアニメ声みたいな、いや違う違う、はっはっはっじゃないから、藤井隆、体の一部がはっはっ、なんかヒューンみたいな、そうやん、それタムケンじゃなくてヒューンヒューンみたいな、作ったアニメ言うといつもの声と違うみたいな、ヒヤン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 、いや、そんな早くそんな早くないけど、ジャスティン、俺は一回もないけど、めちゃくちゃドイツ目してたら俺多分無理だ、あー絶対無理、俺も、俺気持ちいいんでしょとか言われたら悩むよね、笑う多分あ、俺もう性欲強すぎる女の子無理なの、なんかさ、強いのはいいけど、え、終わった後もなんかさ、もう一回もう一回、あー、もう一回したいみたいなのは、俺も嫌だ、なんかできないけど言われたら嬉しいけどね、くそ、俺の体みたいなごめんなさい、ごめんなさい、そうね、できんってなるよね、そうそうそう、はい、以上が10個でした、ここなら今から適当パーッといきましょう、いつも通り適当もの、面白そうなやつだけね、うん、何のタイが好きですか、バック、あ、お尻好きやもんね、お尻好き、ジャスティンのお母さんの名前は何ですか、明美です、普通に言うし、バッカバッカピーって入れて、今ダメの、いいけど、いいよ、明美だよ、俺の親の名前も知ってるよ、いいよ、ユウ、フチコ、ユウコ、フチコ、ユウ、え、ユウ、え、ユウ、ユウ、ユウ、お前の親の名前は、夏樹、めちゃくちゃ一番いい名前や、春夏秋冬の夏に樹木の樹で可愛い、え、ブスや、殺すよ、シンプルに俺らの世代、みんな子がついてるもんね、お母さん、いや、ついてね、ついてね、ついてね、貞子、貞子、枕したことありますか、はい、あります、ありますか、あるね、はいはい、あ、もらったプレゼントで一番嬉しかったのは何ですか、シャンパン、はい、だよね、ホストしていて辞めたいとか思ったことあります、ありますよ、もちろん、鬼二日酔いの時は辞めたいと思う、あ、これ面白い、もし朝起きて君の名はみたいにそれぞれ体が入れ替わってたら、まず何をする、じゃあ面白い、お前が大輝でしょ、お前がリック、じゃあジャス、それは俺やねんか、え、お一番最初に起きて何をするか、お前は俺んちじゃない、入れ替わってる、とりあえず LINE のデータフォルダ全部見る、俺は大輝になってないよ、そうポカリ飲んだよな絶対あるからよく知ってるジャスやったら結構いろんなことできるよ、まず服破ったりとか
あ、俺気になってることあって1個、うん、俺ジャスティンの預金残高見るわ。あー、ジャスティンってさ、なんかやたらお金持ってるよ。なんか持ってない、持ってない。いくらあるんちょっと。いや、言わんよ。え、言わんやん。言わんやん。言うまでずっと痛め続けるよ。何や、俺スパイか。俺結構気になるよ、ジャスティンのなんかそういうのは。でも見るね、お金は、うん、そんなことくだらんね。チンチンとか見らんの、ね、見る見る。ジャスティンだったら見る。俺鏡で使ってこうやってお尻どんどんも多分見る。うわ、こいつもこんなお尻の話してるんだ。とりあえずサメ撮って送るよ。ツイッターあげる、サメ撮って俺のチンチン。そうそう、そういうことするやろ。すげえやな、それ。ジャス、ジャス、そもそもそもジャスティスさんに質問で正義来たよ。ジャスティスさんに質問です。整形にいくらかけたんですか。どの部分がいくらか詳しく聞きたいです。それタブーやから。ジャスティス、いやあんま言えない。そう、だから、だって今ダウンタイム中だから草むらつけてる。いや目こんなんなってるから。編集者モザイク入れて。モザイク入れやったよ。あ、つけて、早く油つけて、つけて。あ、そうそう、もうめっちゃ腫れとる。いや見せる見せない、どっちなの。見せていいなら、うん、見せるよ。はい、モザイク入れといて。はい、かった。え、整形はしてるんですか。いや、だからしてない。どっからの何か分からないけど。ジャスティスさんで質問。いや、それジャスティスさんって人やね。間違えたよ、多分。あ、違う人。多分動画間違えた。間違えたんじゃない。閉経はしてるの。閉経。